お手元の今度は資料の2ページをすいません、ご覧ください。ここにソロモンの金について書いてある。約3000年前、ダビデの息子ソロモン、上の方、あ、下の段、あ、ごめん、上中下段の中段14、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。このほか交易商人から得た、貿易商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちからのものがあった。ソロモン王は、延べ金で、本当の金で、大盾200を作り、もちろんその上にかぶせたって意味でしょうね。その大盾1個に600シェケルの金を使った。また延べ金で盾300を作り、その盾1個に3ミナの金を使った。王は、それら王レバノンの森の宮殿に置いた。王は、大きな象牙の王座を作り、これに純粋な金をかぶせた。こんな連中が盾をずらりと並べて攻めてきたら怖いでしょうな。金で抱えてるんだから。この、1ページの写真が分かりにくいと申し上げましたけども、この A のオマールは金色に輝いてる。本当の金じゃないですね。500年前、ソロモンの時代は本当の金だったんです。そこへ夕日が当たったらものすごく美しかった。だからバビロンが欲しかったんですよ。紀元前586年、バビロンが攻めてきて、そのエルサレムを取り、金を奪っていたわけです。2回目のやつがエルサレムに作られましたが、ローマ帝国が来て紀元70年、やっぱり破壊して、彼らは金を取っていったんです。空朝日、特に夕日に光る金ってのはものすごい記念です。黄金のエルサレムって言葉がありますが、それなんです。だからそこを奪いに行ったわけです。ソロモンの場合は兵隊たちの盾が金で覆ってあった。ふんだんなる金っていう感じやね。そこへバーッと朝日でも夕日でも洗ってください、うわもうまぶしいってな感じや。僕の頭は毛がないから眩しいと時は言われますけど、そんな眩しいは仕方がないんですございますけれども、いやーそう、もうやつるわね。同じように日本の歴史の中で威圧する盾に同じ色を使ったのが赤色です。これがいいです。滋賀県、皆さん新幹線行かれますと、のぞみは止まらないけど、あそこ通りますね。あそこにイーサンがおった。金の赤備え、そのもう一つ前に同じようで金で赤備えしたのが、ちゃう、金じゃない、赤で揃えたのが武田信玄です。だから信玄が亡くなって武田家が崩壊していく中で、徳川家康は武田信玄の家来たちを全部宿る。そしてそこへ頭のその鎧から、胸から、盾から、赤でずーっと先陣を切ったんです。そりゃすごい勢いでしょうね。だから武田の、ちゃう、井伊家の戦いにおいて、特に関原の戦いの時に並び勝つ者はいませんよ。だから盾っていうのはそんな勢いなのね。ソロモンがその始まり3000年前ですが金でした。だからちょっと14って言ってください。真ん中の段、1年間にソロモンのところに入っていた金の重さは金の目方で660タラントと書いてありますが、タラントで何かって言ったら、1タラントは34キロです。金34キロ持てますか。ちょっと片手で持つのは大変だね。666かける34キロ、あら、偉くですよ、1年間に。そしてそのさらに左で16、ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルと書いてある。だ、1シェケルは何枚あるか、11グラムです。11グラムの金を施したね。あら、きれかったでしょ。さらにもう一つの単位がある、17、その盾1個に3ミナの金を使ったと。1ミナは570グラムです。皆さん金買いに行くときに、金買う時あるでしょ。え、高くなったけどね最近ね。ずっと前からやっぱり金の、
物の価値は金ですよ金ですよと前からお話申し上げましたが、今金は高くなりましたね。まあ、金を持ってる人は、まあ、楽です。これからね紙切れじゃないかな。でその金を買いに行くときにどういうふうに買いに行くんですか。ちょっとすいませんが1トン私は言いません。500グラム500キロともいないでしょうね。そら、まあ、大体何グラムぐらいでいくね。大体何グラムとかね、まあ、10グラムでもいい100グラムでもいい1キロでもいいですよね。え1キロの金買うて持って帰るってのは歩いていくの怖いわね。道誰がついてくるか分からへん。誰もついてこなかったなんていうのがある。金ってのはもうはるか昔からやっぱり金なんですね。だからそれをですよ縦に、まあ、メッキ、メッキは金メッキですから本当のメッキなんですね。もべ言いますと17のミナというのは570グラム1人に570グラムの金のメッキを施した。そして18、王は大きな象牙の王座を作り、これに純粋な金をかぶせた。今象牙だとダメですね。その時は象牙でこうやった。そしてさらに20、まだ12頭のお弟子が6つの壇の両側に立っていた。このようなものはどの王国にも作られた試しがない。次よ、ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった、器物も全て純金であって銀のものはなかった。銀はソロモン王の時代には価値あるものと見なされてなかった。だからまさに栄光栄華を極めたソロモンです。もう一遍言わせてください。この男が死んでから聖書どこ調べてもソロモンの秘宝が隠されているとか誰かが保護しておったらない。膨大な金なんです。忽然と消えてる。足入れにあるって言ってる。誰も入りません。それを誰が継いでる。ダビデ・ソロモンの子孫です。四国におる人です。そこからリシです。嬉しいです。特に今は紙切れのお金ですから。だからアメリカ大統領も来て頭下げる。中国の習近平もその類ですよ。日本に本当の意味で逆らえません。誰がその金を管理して利子で世界を動かそうとしてるんだよ。ロスチャイルドを中心とした連中です。彼らは金を動かしません。利子です。だから時々金を上げる、金利を上げたり下げたりする。それはそこからお金が出るわけですから。だから日本という本当の意味のユダヤの地を受け継ぐ人たちはそれが動かしてるわけです。イルミナティよりも強いです。これで動いてるんですから。うせやという人はさっきの黄色いやつを思い出してください。なぜ第二次世界大戦のいわば一人の戦犯とされたその天皇の治めている日本で、かつ東洋の端の日本で島国であるところへ、なんで国家元首たちが来て頭をガーッと下げてお葬式をお送りしたんですか。皆さんそんなこと気がつかなかったじゃないの。あのお葬式の時よーけ来てくれはってんな。昭和天皇の任期は大したもんやなとこうだ。違う、そんなことできますか。寒いのにアメリカヨーロッパの元首たちが震えながらテントの中で送り寄ったんやで。陛下の棺が動き出したらみんなバーッと立って最敬礼です。数年前数年前お坊が来て、さっき言った90度に頭下げて天皇の前で、それがアメリカのニューヨークタイムズなりのたものすごい非難を帯びたんですよ、一般の人からね。なんで日本の天皇と握手するのにお前はこんだけ頭下げたんやと。それから皆さん NHK か何かのニュース今回のやつ見てたら言ったと思いますよ。かつて非難を浴びたのでオバマ大統領は90度には下げませんでした。そう言いました、アナウンサーが。でオバマは知ってる、権力者は知ってる。オバマを
使わしたやつは知ってる。日本でぐらい知らないですよ。だから周りに海があった。なら外国は攻めてこれません。